マジョリカタイルは今から約100年前に日本から台湾に伝わった伝統的な工芸品の一つです。また地域の特性を融合したユニークな台湾タイルとして開発されました。2017年、フランスのエクス・マルセイユ大学はこのタイルを永遠に保存したいと国連にユネスコの無形文化遺産にすることを申請しました。ねえナミちゃん、マジョリカタイルを知ってる？え？マジョリカタイルって何？魔女？いやいや、何を考えたのか。魔女じゃないよ。マジョリカタイルとは幾何学模様や花、フルーツ、動物などが手書きされた立体的で色鮮やかなタイルだよ。昔の台湾ではよく見られていたの。ほら見て。わあ、これらのタイルは美しくて模様もたくさんあるんだね。でしょ。台湾のどこで見られるの？ぜひ見に行きたい。じゃあ一緒に探しに行く？いいね、行こう。わあ、今どこ？たくさんタイルがあるね。レトロな雰囲気が漂っている。今夏季の台湾タイル博物館にいるよ。あ、それぞれのタイルには様々な特徴があるんだね。さすがナミちゃん、観察力が鋭い。そうだよ、ここにあるタイルはいろいろな意味を持っているよ。まずマジョリカタイルの歴史を見てみよう。うん。マジョリカタイルの最初の源はヨーロッパです。ヨーロッパってビクトリアタイルと呼ばれています。中世後期に地中海のマヨルカ島を経由して運ばれていたスペインの出遊式絵陶器というものがあり、これを申してイギリスの名家がマジョリカタイルと名付けで商品化したことが始まりと言われているそうです。日本では明治維新の大川対策によってイギリスの建築様式が多く取り入れられたので、マジョリカタイルの様子を真似しました。それから日本統治時代に台湾のお金持ちたちが日本に注文して製作し、台湾に運んできて家の装飾に使われました。日本製のため台湾では和製マジョリカタイルと呼ばれています。1915年から1935年の間に台湾で流行しましたが、第二次世界大戦でマジョリカタイルが生産中止になりました。なのでマジョリカタイルは日本統治時代の台湾西洋化の重要な歴史の跡であり、台湾と日本の文化融合の印でもあります。日本統治時代の台湾では富の象徴や幸せを願って家の入り口や屋根の柱など家の外観の装飾としてだけではなく、室内インテリアとしてもよく使われました。残念ながら再開発とともにマジョリカタイルの姿が消えてしまいました。台湾の古民家ではマジョリカタイルが埋め込まれた家具や階段を見ることができます。それらは昔台湾でお嫁入り道具として使われたベッドや鏡台、机などにタイルが埋め込まれた豪華な家具です。これは嫁椅子という椅子です。この椅子は背もたれがありません。また座るところにタイルが貼ってあります。冬場になるとお尻が冷たくて長く座れません。怠け者の嫁も元気に働けるそうです。様々なタイルを見てみると、
大きく6つの種類に分類することができます。花、果物、動物、幾何学模様4枚セット。日本とヨーロッパからの輸入タイル。1、花、高貴な牡丹、高貴な菊、長寿の鶴、生涯を共にするという意味を持つ百合です。百合は神聖で優雅な百合の花をモチーフとした富裕層の映画を表し、また繁栄が続くようにとの願いも込められています。菊は台湾と日本で大人気です。台湾では菊は高貴な意味ではなく長寿の象徴もあります。それに日本で菊は皇室の象徴です。2、果物。桃は長寿、サクロとブドウは子宝に恵まれる。パイナップルは商売繁盛という意味です。特に子孫繁栄のサクロとブドウ、不老長寿の桃、平穏無事のリンゴ、幸福の不出館、商売繁盛の黄金満了の5つの要素が描かれた印象的なモチーフタイルは中国圏で大変人気がありました。3、動物。鶴は長寿の象徴です。高い地位を象徴するキリンという霊獣も見られます。コウモリと蝶々は福の象徴です。コウモリと蝶々は中国語で蝙蝠、蝴蝶という声が福、福に似ているので幸せや幸運の意味があります。金魚は金玉満と黄金や食玉などの宝物が家の中に満ち溢れている意味があります。4、幾何学模様。幾何学模様は最も一般的で広く使われている模様の一つです。幾何学模様は直線、曲線、円、三角、四角、タイヤなどで構成されています。花と幾何系の組み合わせ、連続の柄は壁に対面積に飾ると全体的な美観にたどり着きます。5、4枚セット。4枚で1つのツアーを形成します。4枚セットで連続的なツアーを飾られていて、連続して貼られた更新・開合紙の配列があります。6、日本とヨーロッパからの輸入タイル。日本がイギリスのビクトリアタイルを真似して世界中に輸出したタイルは台湾の富裕層でも人気で、建築で大量に使われました。日本がデザインした模様もたくさんありました。例えば鶴、袋、富士山などです。ヨーロッパはタイルの主要産地ですが、地理的地域が遠いので台湾ではごく少量しか使われていません。例えば台北区市馆や台北品館の暖炉はヨーロッパタイルが使われました。南洋で商売して、その遅延関係で南洋でヨーロッパタイルを購入して台湾の住宅を飾る家族もいました。マジョリカタイルモチーフの商品。台湾のマジョリカタイル文化を保存し、新しい価値を製造するためにマジョリカの壁タイルが作られています。また吸水コースター、マスキングテープ、マグネット、コンパクトミラーなどをマジョリカタイル柄のギフト用の小物の販売もあります。今この美しいタイルを実際に見ることができるおすすめの場所はいくつかあります。台湾、台北、台北品館、新北市、三重線食区、夏季台湾タイル博物館、日本郷土サラサニシチンカフェ、船岡温泉です。ナミちゃん、台湾のマジョリカタイル文化への理解が深まった？はい、教えてくれてありがとう。台湾はこのような美しい伝統工芸品があることを初めて知ったし、
本当に勉強になったよ。100年前に流行したデザインは今でも美しいね。よかったら今度また台湾の素晴らしいものを探しに行こう。はい、そうだね。